今日も少し話していきたいと思います。僕は、YouTube とフェイスブックとラインとメッセンジャーをいつも使っているのですが、フェイスブックのおかげで。たくさんの外国の方と日本人の方とお知り合いになることができました。Facebook や Facebook、 特に Facebook が多いのですが、僕は普段自分一人でどこかに行きたいと思っても行けないので、たくさんの国の方々と友達になれたことは本当に、ありがたいと思っています。また逆にいろんな国の方々とお友達になるにつれて、日本のいいところを再確認できました。本当に日本人としてありがたいと思います。ですが、日本の悪いところも見えてきました。僕は生まれた時から今まで日本に暮らし、インターネットと接するまでは両親、兄弟と共に
出かけることぐらいしか外で活動するということはあまり なかったように記憶しています。なので、自分一人で 外に出るという行為が一番難しいのです。そんな時に高校生ぐらいになってからインターネットでまずは「ライブドアブログ」というブログを始めました。最初は文章を書くのも今でも下手ですが、もっともっと下手でした。でも書いていくにつれて、それなりに文章としてまとめられるようになりました。それから日本のミクシーというサービスに移行して、同じように文章を書き続けました。それからたくさんたくさんインターネットでいろんな情報を手に入れることは、自分から自発的にできるようになりました。僕はインターネットそのものに感謝し、もちろん僕の周りにいる支援してくれる人、家族、古くからの友達にも感謝します。もちろん今たくさんコミュニケーションをとってくれている Facebook フレンドにも感謝します。僕はインターネットのおかげで体はうまく動かせませんが、くさん
情報を手に入れ、自分の頭で考えられるようになりました。それで最近思うのは、日本は本当に平和でいい国なんだなと思います。でも日本が普通の国になるために、日本の 憲法を改正して、自衛隊ではなく、日本軍にする、して、普通の国と同じように、自分の国は自分で守る国になってほしいと考えます。もちろん日本一国では、日本は多分守りきれないでしょう。なぜなら、日本人の人口は減り続け、日本人の人口は減り続けるので、たくさんの国の協力を得て、日本を守り抜くことが僕は大事だと思っています。日本はずっとずっとこれからも同じ日本であってほしい。僕の次の世代も、そのまた次の世代も、僕らは日本人ですと言えるようになっていてほしいという気持ちが最近強いです。なかなかうまくしゃべれませんでしたが、今日はこれで終わります。